一段と競争水面の空気が張り詰めてきました。 SG 第37回グランプリ迎えた競争はトライアルセカンド第1戦第11レース、進入内から1番2番3番4番6番アウト5番の体系スタートしていきました。早いスタートが見られます。ただいまのスタートは判定中です。ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。向こう正面6手抜きましたが、ただいまスタート判定中。お知らせをいたします。1号艇山口、4号艇の丸野、2艇はフライング変換欠場です。1番と4番に関する投票券はすべて払い戻しいたします。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。菊池浩平選手にお越しいただきました。皆さん大きな拍手、それから声援お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。改めてレースの内容を見てみると、例えば1幕のターン、まくり出し狙ったんですけど、結構強しがしっかり落としてたんで、はい、あ、これはもう無理しないで外前に切り替えようと思って、外前に切り替えました。わかりました。そのスタートに関してなんですけれども、はい、練習からフライングは切らないように心がけてるんですか？はい、もう常にいつでもグランプリだからじゃなくて、はい、いつでもあの練習とか展示ではフライング切りたくないんで、まあ、切っている時はあんまり見えてない時だと思ってくれていいと思います。今船足の仕上がり具合はいかがでしょう？あ、もうずっと良くて、とにかくあの気持ちよくレースできる状態なんで、まあ、直線とかは特別あのいいわけではないんですけど、まあ、グランプリでこういうすごい、まあ、激しい接戦が予想される中では、そういうところでしっかり競れるかなと思っています。わかりました、はい。ちょっと今日ね、変換たくさん出てしまったんで、明日以降これを取り返すように皆さんたくさん貯金通帳を下ろして頑張りましょう。よろしくお願いします。